エディンバラの新市街は、スコットランドの首都エディンバラの街区で、中心地区の一つである。この新市街はしばしば都市計画の傑作と評されており、旧市街ともどもユネスコの世界遺産に登録されている。今なお、新市街と呼ばれるものの、建設されたのは1765年から1850年頃のことで、界隈には当時の新古典主義様式の建築物が残っている。最も有名な街路は、エディンバラ城や旧市街に面しているプリンシズストリートであり、それはかつてノアロックのあった窪地を横切っている。新市街を建設するという決定は、旧市街の城壁内の人口が飽和状態になった後に、町の長老たちによって下された。啓蒙主義はエディンバラにも到達し、町に住んでいた近代的な知識人たちにとって、時代遅れの町並みは不釣り合いなものになっていた。市長であったジョージ・ドラモンドは直居自治都市の境界をノアロックの北を取り囲む形で拡張することに成功した。ノアロックは都市のすぐ北の渓谷を占めていたひどく汚れていた湖のことである。ノアロックの排水作業は実行に移されたものの1817年までは完了しなかった。新しい土地に渡るためのポイントが建設され、1772年にはノースブリッジができ、そして新市街の建設中に掘り返された残土置き場としてイースタンマウンドもできた。今日ではザ・マウンドとして知られているが、それが現在の姿になったのは1830年代のことだった。新市街が発展してくると、富裕層は狭苦しい地区の窮屈な住居から新市街の広い街路沿いのジョージ朝様式の大邸宅へと移り住むようになった。しかし、貧民層は旧市街にとどまった。エディンバラ新市街新しい郊外にふさわしい近代的なレイアウトを生み出すためのデザイン設計協議が1766年1月に開かれ、22歳の設計士、ジェームズ・クレイグが優勝した。彼の示したデザインは簡素な格子状で、2つの庭園を結ぶ形で、丘の背に沿って、大通りが走るというものだった。そこから南北方面に下り坂の主要道路が走り、大邸宅向けの小道でできた袋小路にそれぞれぶつかっている。さらに南北方面の道は他に3つあり、格子模様を完成させている。主要な通りであるジョージストリートは時の国王ジョージ3世にちなんだものである。北にあるクイーンストリートは彼の妻に、南にあるセントジャイルズストリートは都市の守護聖人にそれぞれ由来している。セントアンドリュー広場とセントジョージ広場はイングランドとスコットランドの統一を表すものとしてその名称が採用された。統一を表すという考えはジョージストリートとクイーンストリートの間にあるシスルストリート、ジョージストリートとプリンシズストリートの間にあるローズストリートにも引き継がれている。しかし、ジョージ王はセントジャイルズストリートという名前を拒絶し、息子にちなんでプリンシズストリートと改称した。また、セントジョージ広場は南側にあるジョージ広場と混同されないようにと王妃シャーロットにちなんでシャーロット広場と改称された。シスルストリートの最西端のブロックはヒルストリートとヤングストリートと改称され、スコットランド名の街路がイングランド名の街路の半分の長さになるように調整された。格子を完成する3つの通りである、キャッスル、フレデリック、ハノーバーの各街路は、それぞれ城の眺め、ジョージ王の父、フレデリック、ハノーバー家にちなんでいる。クレイグの計画は、開発に着手した時に、いくつかの困難に直面した。まずは、野ざらしの新しい敷地には、人が住んでいなかったので、最初に家を建てた者に20ポンドの特別手当が与えられることになった。疑念はすぐに解消され、セントアンドリュー広場の東側で建設が始まった。クレイグは、それぞれの広場に建てられた2つの教会が、ジョージストリートの終着点になることを提案したが、サー・ローレンス・ダンラスがすでにその敷地の所有者になっていた。クレイグはダンラス所有の邸宅をそこに建てることを決め、建築家、ウィリアム・チェンバーズからデザインを任された。その結果建てられたパッラーディオ様式の邸宅は1774年に完成し、今ではロイヤルバンク・オブ・スコットランドの本店になっている。セント・アンドリューズ教会はジョージ・ストリートの一角に建てられた。この街路の端には視覚に訴えるような終着点を示すものが欠けていたが、1823年にウィリアム・バーンがヘンリー・ダンダスの記念碑を建てたことで解消された。当時の新市街はシャーロット広場の建設とともに1800年に完成した。これはロバート・アダムの設計で建てられたもので、新市街の中では唯一の建築的統一性を持つ地区だった。アダムはセントジョージ教会の設計も手掛けたが、そちらはロバート・レイドの設計にとって代わられた。現在ウェストレジスターハウスとして知られている建物には、スコットランド国立古文書館の一部が入っている。シャーロット広場の北側にはビュートハウスがある。これはかつてはスコットランド大臣の官舎だったが、スコットランドへの内政権付与の結果、スコットランド首相の官邸になった。シャーロット広場の北側。右手にあるのが、ビュートハウス新市街は、純粋に居住用の郊外と考えられていた。貴族の別邸が散在し、それらには主な通りを区切っていたアパートメントのブロックや、サービス業の借家に使われることが多かった袋小路などがついて回った。しかし、新市街が持っていた商業的な可能性が花開くのにはさして時間がかからなかった。プリンシズストリートにはすぐに店舗が軒を連ねるようになり、その街路にあった貴族の別邸の大半は19世紀中にはより大きな商業施設に置き換えられた。断片的な再開発は今日まで続いているが、第一新市街には18世紀後半当時の建造物群がまだ並んでいる。第二新市街の大部分にも1800年代初期に遡る建造物群がまだ残っている。スコットランドの紋章院が入っているニューレジスターハウス1800年以降、最初の新市街の成功はより大きな計画へと結びついた。第二新市街は、またの名を新市街と言い、エディンバラを遥かリース川にまで拡張しようというものだった。エディンバラとリース川は、ストックブリッジ、ディーン、キャノンミルズ、シルバーミルズの各村でつながっていた。開発は統一性を持って行われてはいたが、シルバーミルズの場合、川なめし工場の操業の影響で、近隣での開発は数十年間にわたって抑制された。新しい開発は、街路すべてをひとまとまりに建造する、シャーロット広場のパターンに従った。クイーンストリートガーデンズは、クイーンストリートの北に配置された。その庭園群を越えて、ダンダスストリート沿いに建物が続く。この街路は、ハノーバーストリートから拡張されたもので、キャノンミルズでは、リース川までほぼ 1km に位置している。どちらの側にも広い街路群や大きな広場群が配置されている。3番目にして、最後の開発で、第二新市街の西側に位置するマリ博の領地に、マリ広場とその周辺街路群が整備された。新市街のザマウンドには、国立スコットランド美術館とロイヤルスコティッシュアカデミーがあり、クイーンストリートには、スコットランド国立肖像画美術館がある。他の有名な建造物としては、ジョージストリートのザーセンブリールームズ、ウェーバリー駅につながっている、バルモラルホテルとその時計塔、そして、詩人ウォルター・スコットを称えた、スコット記念塔である。新市街には、エディンバラの主要商店街が集まっている。プリンシズストリートには、ジェンナーズのような店舗群が並ぶ。かつて金融の中心地だった、ジョージストリートでは、銀行だった建物に、多くの現代的なバーが入っている。また、新市街の東端にあるセントジェームズセンターは1970年に、完成した、屋内ショッピングモールである。そこには、サーバジル・スペンスがデザインしたジョン・ルイスの大きな支店も入っている。ただし、このモールの存在は、しばしば新市街の建造物群への歓迎されざる加入とみなされている。1995年に旧市街とともに世界遺産に登録された。登録に際しては、それぞれの歴史的な街区が持つ素晴らしさだけでなく、その2つが見事に調和して、今に伝えられている点も評価された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。